ジュディス・アンダーソンは、オーストラリア・アデレード出身で主に、アメリカが衆国で活動した女優。デーム・ジュディス・アンダーソンと表記されることもある。アルフレッド・ヒッチコック監督のアカデミー作品賞、受賞作、レベッカのダンバース夫人役で知られる、名女優。舞台で活躍し、特に、シェイクスピアの、マクベスで演じたマクベス夫人は当たり役。また、マクベスの、 テレビドラマ化に際して二度、マクベス夫人を演じ、どちらもプライムタイムエミー賞主演女優賞を受賞している。1897年にオーストラリアアデレードで生まれる。本名フランシス・マーガレット・アンダーソン・アンダーソン。父はジェームズ、母はジェシー・マーガレット。1915年にシドニーの舞台でプロデビュー。当時の芸名はフランシー・アンダーソン。その後、 周りのアメリカ人俳優たちの勧めもあり、カリフォルニアに渡るが失敗。1918年にニューヨークに渡り、衝撃場の舞台に立った後、1922年にフランシス・アンダーソンの名前でブロードウェイデビュー。その1年後、芸名をジュディス・アンダーソンに変える。以降はブロードウェイで活躍。1930年代には、 最も偉大な舞台女優の一人として、ブロードウェイを代表するスターとなる。1933年の濡れた拳銃で映画デビューするが、その後も活動の中心は舞台であり、映画には出演しなかった。1937年にカリフォルニア大学バークレー校、教授ベンジャミン・ハリソン・レイマンと結婚するが1939年に離婚。 1940年に7年ぶりに出演した映画、レベッカで第13回アカデミー賞助演女優賞にノミネート。以降は映画にも出演するようになる。1946年に演劇プロデューサー、ルーサー・グリーンと結婚するが1951年に離婚。1947年から上演された舞台。 メディアで1948年のトニー賞演劇主演女優賞を受賞。1950年代以降はテレビドラマにも出演。1954年のテレビ映画マクベスでプライムタイムエミー賞主演女優賞を受賞。1960年に大英帝国勲章デームコマンダーを受賞。1960年のテレビ映画マクベスで2度目となる。 プライムタイムエミー賞主演女優賞を受賞。1991年にオーストラリア勲章コンパニオンを受賞。1992年に肺炎で死去。ありがとうございます。